ここからは腰痛予防対策を実施している事業所の取り組み事例をご紹介します。なお今回取材にご協力いただきご紹介させていただくことになりましたのは、1カリツー株式会社、2株式会社阪急阪神ロジパートナーズ、3大和ハウス工業株式会社の3社になります。まずはじめにカリツー株式会社の取り組みをご紹介します。本社所在地を愛知県安城市に構え、主に自動車部品の輸送を行う会社です。腰痛予防に関する主な取り組みとしては、1安全講習の実施、2効果的な休憩に向けた支援、3ドライバー向け体操の推進、4ヒヤリハット体験の共有、5手作業による荷積みの排除、この5つがあります。まずはじめに安全講習の実施についてご紹介します。入社時に9日間72時間にわたる学科と実技の安全講習を実施します。乗務員・技能員の心得をテキストとして使用し、腰痛予防のための正しい作業姿勢なども含め、共に働く仲間が安全最優先の共通認識のもとで働いています。フォークリフトについては別途従事者向け教育を実施し、協力会社に対する研修にも力を入れています。入社時に作業中に守るべき安全・腰痛防止のポイントを理解することで、組織の安全水準が向上します。校内作業での接触事故などもあるので、協力会社を含めた研修も重要ですね。また入社時だけでなく、安全作業の再確認のためにマニュアルの配布やフォローアップ教育も行っている点は素晴らしいと思います。続いて効果的な休憩等に向けた支援についてご紹介します。2時間の運転で10分以上、その後の2時間でさらに20分以上休息することとしており、この目安に合わせて会社が原則的な休憩地点を指定しています。なお体調異常や強い眠気を感じた場合は、この仕組みにとらわれず速やかな休憩を取るように指導しています。またガムやコーヒーなど各自が自分の好みで眠気防止の食品を事前に用意し、点呼時に持ち物提示トレイに並べて管理者が目視での確認をしています。会社が休憩場所を指定して適正な休憩時間を計画的に確保する仕組みは、ドライバーの休息を個人任せにするのではなく、組織として徹底している望ましい取り組みです。眠気防止の工夫についても会社が支援するなど、ユニークな取り組みですね。次にドライバー向け体操の推進についてご紹介します。仲間が作った手作りの体操の動画を各自が見ながら体を動かすことで、心身のリフレッシュに役立てています。また連続運転の合間に車両点検を兼ねて車の周りを回りながら体を伸ばすなど、さまざまな方法で体を動かすことを推奨しています。車両点検の機械を利用して意識的に体をストレッチし、疲労回復に役立てる一石二鳥の取り組みですね。続いてヒヤリハット体験の共有についてご紹介します。職場会議に合わせて毎月1回小グループで KYT やヒヤリハットミーティングを実施しています。日常の KY 活動、ヒヤリハット活動に加えて定期的な訓練としての時間を確保することは、仲間との KYT による気づきやヒヤリハットの共有に役立ち、互いの安全水準の向上やマンネリ防止にも効果的です。また毎月の積み重ねは新規入職者の安全意識を高め、レベルアップにつながっています。最後に
手作業による荷積みの排除についてご紹介します。少量の荷物であってもパレットでの運搬を徹底しています。見た目だけでは少ない、軽いと勝手に自己判断をしてしまい手作業になりがちでしたが、このパレットで運搬するルールが定着したことにより効果的に腰痛予防が図られています。人力による重量物の持ち上げは腰に大きな負担をかけます。軽そうな荷物でも腰のひねりや押し込む作業などによってリスクが高まります。少量の荷物であってもパレットでの運搬を徹底するという取り組みは腰痛の予防に効果的な作業改善と言えます。続いて株式会社阪急阪神ロジパートナーズにおける事例をご紹介いたします。本社所在地を大阪府大阪市に構え、輸出入貨物の倉庫内業務や国内輸送業務を行っている会社です。腰痛予防に関する主な取り組みとしては、1、会社独自の作業安全対策委員会、2、管理者の能力向上教育、3、休憩時間確保の工夫、4、荷主とのタイアップで腰痛予防、5、防寒対策で腰痛予防の5つがあります。はじめに会社独自の作業安全対策委員会についてご紹介します。法定の安全衛生委員会とは別に作業の安全確保に特化した会社独自の委員会を設置しています。また各事業所は委員会に毎月ヒヤリハットの報告をするほか、作業安全対策の推進委員は安全パトロールなどを通じて他の事業所の作業状況も点検しています。安全優先という方針が会社全体に行き渡り、委員会活動を通じて各事業所の安全水準の向上が期待できます。続いて管理者の能力向上教育についてご紹介します。管理者は毎年トラック協会が主催する腰痛予防セミナー等に参加しており、常に新しい情報を収集するなどの能力向上を図っています。ここで得られた腰痛予防のノウハウは安全講習などを通じて社内に周知しています。また従業員にも外部講習へ参加の呼びかけをし、参加しやすい環境づくりも行っています。職場における腰痛は業務を進める中で組織的に予防することが重要です。このため定期的に外部講習に参加し、最新情報を入手して対策に反映する仕組みはとても良い取り組みですね。労働者もまた知識の習得により自主的な取り組みについても期待されます。続いて休憩時間の確保の工夫についてご紹介します。倉庫内作業では午前・午後で休憩時間を安心して取れるようにシャッターを閉めるなど、入荷作業を停止する時間を設けています。他の作業者や顧客への配慮から休憩を取らずに作業を続けると腰への負担を下げることができず、疲労を回復することができません。シャッターを閉めるなど分かりやすいルールを決めることで、きちんと休息ができ、腰痛予防に効果がある良い事例です。続いて荷主とのタイアップで腰痛予防についてご紹介します。30キロを超える荷物の集荷は、あらかじめ荷主から知らせを受けて2人で作業を行うこととしました。作業現場で起こる腰痛を防ぐためには、このように管理者が現場の声を聞き、必要であれば荷主の協力を得るなど実践的な対策につなげることが重要です。背格好が近い2人で作業を行うと安心です。荷主からの依頼を受けて行う仕事であっても、
ドライバーへの負担を軽減することは重要であり、見習いたい取り組みです。最後は防寒対策で腰痛予防をご紹介します。冬場の防寒対策として、防寒着やカイロ、手袋を支給しています。体が冷えると血行が悪くなり、腰痛が発生しやすくなります。保温力がある暖かい服を着るなど、冬場の寒い現場作業への備えは腰痛予防にも効果的です。これも個人任せではなく、組織としての望ましい取り組みですね。大和ハウス工業株式会社の取り組みをご紹介いたします。こちらは大和ハウス工業株式会社および大和物流株式会社の栃木二宮工場での取り組みについてご紹介させていただきます。所在地は栃木県真岡市で、住宅系および建築系部材の生産と現場搬送を行っています。腰痛予防に関する主な取り組みとしては、1アシストスーツの活用、2ヒヤリハット報告の拡充、3荷役作業時のフルハーネス着用の徹底、以上の3つがあります。はじめにアシストスーツの活用についてご紹介します。栃木二宮工場では腰痛予防に配慮した製造工程としていますが、それでも隙間作業や臨時の作業工程なども生ずるため、3年前から装着型のアシストスーツを導入しています。各人が事前に使用してみて、体への負担や業務に合っているかなどを判断した上で使用の有無を決定します。間違った使い方で腰を痛めたりしないように、使用者には1時間程度の事前講習を行い、使い方を習得させています。アシストスーツを導入した結果、作業者からは仕事の後の体の疲れが全く違う、腰痛がなくなったなどの声が聞かれました。工場のラインや物の配置、作業工程を改善することは腰痛予防の基本ですが、臨時の作業などにアシストスーツを活用することも増えています。効果を見極めながら導入しましょう。また導入する際は、使い方の教育や作業者の意思確認なども重要です。続いてヒヤリハット活動の拡充についてご紹介します。従来からのヒヤリハット報告をヒヤリハット気がかり報告書として社員からの不安全情報を収集しています。ヒヤリハットではないが、もしかしたら事故につながるのではないかと気になることを気がかりとして収集し、共有することにしたものです。また報告書の裏面はリスク低減改善報告書としており、改善状況が分かりやすくなっています。ヒヤリハットに限らず、ちょっとした気がかりも共有することで危険の予知に役立てています。仲間も同じように感じていることが分かると対策につなげやすくなりますね。最後に荷役作業時のフルハーネス着用の徹底についてご紹介します。屋外に13箇所の荷締めシート掛け作業場を設置しており、作業を行う際にドライバンを除く全ての車両はこの場所でフルハーネスを着用して行っています。また雨天時には同様の作業を工場内で行えるように環境が整備されています。陸運業の事故の約7割は荷役作業時に起きています。トラックの荷台での作業は転落災害のリスクが高いため、作業の集約と転落防止措置の徹底は効果的です。無理な姿勢は取らずに安心して作業ができるので、腰痛の予防にも有効ですね。取り組み事例のご紹介は以上となります。ここでご紹介した事例を参考に、
皆様の事業所でも実施可能な取り組みがありましたら、積極的に導入し、腰痛予防に努めましょう。ご視聴いただきありがとうございました。動画の内容に関するアンケートがございます。回答していただけると、今回の動画で使用した資料をダウンロードすることができますので、アンケートにご協力ください。どうぞよろしくお願いいたします。